はいどうも、こんにちは、こんばんは、シファです。今回は OBS スタジオのインストール方法について解説します。OBS スタジオは録画や配信が行える無料のキャプチャーソフトとなっており、PC でゲーム実況などを行いたいのであれば必須のソフトとなっています。今回は初心者でもわかりやすいようにインストール方法を解説していくので、自分だけではできないという人は参考にしてみてください。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので説明欄の各情報もチェックしてみてください。それでは OBS スタジオのダウンロードとインストール方法を解説していきます。まずは説明欄に OBS スタジオのダウンロードページのリンクを記載しているので実際にクリックしてこのような画面を開いてみてください。次に自分が使用している PC が Windows なのか Mac なのか Linux なのか選択する必要があります。画面内にそれぞれの OS のマークが表示されているので、お使いの PC の OS に合わせてクリックしてください。自分は Windows 10を使用しているので、今回は Windows 10のやり方を解説していきます。他の OS を使用している場合はやり方が少し違う可能性もありますが、申し訳ないですが、その時は画面を確認しながら自力で対処してもらえたらと思います。実際に OS を選択できたら、ダウンロードインストーラーをクリックしてください。ブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下に OBS のインストーラーがダウンロードされるのでこちらをクリックしてください。もしも他のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合はエクスプローラーの画面で PC をクリックしてダウンロードをクリックすると OBS スタジオハニャラランランドットエグゼというのがあるのでこちらをクリックしてください。するとお使いの PC によってはこのような画面が表示されますがはいをクリックしてください。次にインストール画面が表示されますが NEXT をクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが NEXT をクリックしてください。次に保存する場所を選択できますが保存場所を変更してしまうと OBS をインストールしても正常に動作しない場合があります。基本的に保存場所は変更することなくインストールをクリックしてください。するとインストールが始まるので終わるまで待ちましょう。インストールが完了するとこのような画面が表示されるのでランチ OBS にチェックが入っていることを確認してフィニッシュをクリックしてください。何も問題がなければしばらく待つことで OBS スタジオが起動します。あとは実際にシーンやソースの設定を行って映像を表示させたり録画や配信の設定を行っていきましょう。ちなみにこのチャンネルでは OBS の各種設定方法や使い方を解説した動画をたくさん投稿しています。説明欄に OBS の再生リストを記載しているのでそちらから各種設定方法や使い方をチェックしてみてください。ちなみに以前にも OBS のインストール方法を解説した動画を投稿していましたが人によってはインストール後にエラーが出る場合があるみたいです。その時のコメントを実際に見せるとこのようなエラーが出たみたいですがこのエラーに関しては OBS を実行するのに必要なデータが不足しているのが原因で表示されています。これを解決するには、ビジュアルスタジオ2015のビジュアル C++ 再販付可能パッケージというものをインストールして不足しているデータを補ってあげれば、OBS を正常に動作させることが可能です。ただこれは Windows の PC を使用している場合の対処法となっています。Mac や Linux を使用していて似たエラーが出ている場合、同じやり方では解決しない場合があるので注意してください。それではやり方を解説しますが説明欄に記載しているダウンロードページのリンクをクリックしてこのような画面を開いてみてください。実際に開けたらダウンロードをクリックしましょう。するとダウンロードするプログラムを選択する画面が表示されますがお使いの PC が 64bit か 32bit かに応じてプログラムを選択する必要があります。ビット数を確認する方法ですがデスクトップ画面で右クリックしてディスプレイ設定をクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが画面左の欄にある詳細情報をクリックしてください。次にデバイスの仕様という項目にあるシステムの種類を確認すると 64bit か 32bit か確認できます。もしも 64bit だった場合は x64.exe にチェックを入れてください。もしも 32bit だった場合は x86.exe にチェックを入れてください。できたら次へをクリックしましょう。ブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下にインストーラーがダウンロードされるのでクリックしてください。もしも他のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合はエクスプローラーの画面で PC をクリックしてダウンロードをクリックすると
VC リリースとハニャラランダン .exe というのがあるので、こちらをクリックしてください。実際にインストーラーをクリックするとこのような画面が表示されるので、ライセンス条項や使用条件を確認してチェック項目にチェックを入れたらインストールをクリックしてください。ちなみに自分の PC はすでにインストールができているので、この先の解説が行えません。ただ調べる限り、その先の操作は画面を見ながら行えば簡単に作業ができるので、インストールができた後は OBS を起動できるのか確認してみてください。はい、これで今回の動画を終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法や録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。